男女ともに着れちゃうようなアイテムになっております。アメリカンオーセンティックスタイルで、こっちのスカジャンのカラーもかっこいいわけですよ、はい、うん、ごせの人生でーす。いやー、画角強かったんじゃないですかこれ。確かに絵力ね、ありましたよね。あ、素晴らしい。今回はですね、メゾン三原康弘よりですね、大人気シリーズのスーベニアシリーズ、はい、入会いたしました。はい、今回もね、またか新しいパターンメイキングと、はい、うん、新しいカラーバリエーションと、うん、新しいデザインでね、うん、お展開しております。確かに新しさ満点ですね。うん、結構あれじゃないですか、もうこれだヴィンテージ好きのうちのボスとしてもかなり結構うなるんではないでしょうか。これはめちゃくちゃいいね。かっこいいっすよね。マジでいいねこれ。はい、でフロントがこう、一応もう先にバックまでチラッと見てもらっていきましょうか。じゃん。はい。うわ、結構豪華ね作りが。そうなんですよ、もう鷹のデザインですからね。結構あれですね、刺繍も大きく入ってますもんね。大きめです。しっかりと。はい。はい、こんな、スーベニアジャケットが、はい、入荷しております。今日はですね、こちらを、まあ、ご説明しつつ、やっぱ皆さん気になるスタイリングもね、しっかりと、うん、そうですね、紹介していきますね。これでもみんな多分欲しいと思うよ。うん、大丈夫じゃないですか。多分スタイリングを一色ずつ2人にちょっと着てもらって、はい、間違いないですね。見た方が、まあ皆さん、うん、まあほらうちの、うん、見てくれてる人もこのスーベニアジャケットはもうほらね、ミハラのスーベニアも鉄板やん。鉄板です、ね、鉄板やん。でも間違いないけど、多分欲しいと思うよ、すでに、うんうん、やべえ欲しいって思ってる人多いやつで確かに。まあちょっと着用のスタイリングちょっと多めでいきましょうか。そうです、そうです、ね、まあ気になるサイズ感ぐらいがやっぱ皆さん気になってますからね。はい、本日も頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、はい、このバセチャンネルではですね、はい、福岡市中央区大名にございますセレクトショップバセのチャンネルとなっております。毎日19時に更新してるんですけども、内容は商品の紹介、そしてスタイリングの紹介をメインでやってるチャンネルです。はい、取り扱いのブランドはですね、ワカンシルバースミスやトゥアレグジュエリーといったシルバージュエリーのブランド、そしてフレグランスブランドのサノマ、はい、香りにまつわるプロダクトを幅広くやってます。そして、スーパーセブンティスリア、アルコンといったね、e バイク、こちらのね、走行動画、レビュー動画等をですね、発信しているチャンネルとなっておりますので、よかったら過去の動画もたくさん見て、チャンネル登録といいねボタンの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、それではね、紹介の方をやっていきたいと思います。はい、それでは早速、うん、メゾン三原康弘から出ていますスーベニアシリーズ、はい、今回2色展開でね、バースデーを入荷しておりますと、はい、はい、これね、ルックでもね、目立ってましたよね、うん、かなり。そうなんですよ、まあ、これはかなりね、うん、間違いないですね、インパクトないです、うん。まあ、簡単にちょっとご説明をさせていただきますと、メゾン三原康弘の中でも、まあ、コレクションラインの中で、うん、モディファイドと言われてるね、うん、やっぱこう古き良きがかっこいいね、アイテムっていうのを再構築したラインになっております、うん、これがその一つ、スーベニアはですね、モディファイドという、はい、シリーズですね、はい。そして、これ実はルックとかでもメンズが着用してるんですけど、うん、実はこれレディースなんですよね。そうですね、はい、発表されてるのはレディースで発表されてるんですけども、はい、全然メンズが着れちゃえるっていうね、ダブルどちらでもいけちゃうってことですね、うん、そうだから男女ともに着れちゃうようなアイテムになっております。はい、ちょっとルックの写真出しとこう。ああ、行きましょうか。はい、こちらですね、こちらメンズがね着用してるのがこちらのアイテムなんですけど、かっこいいですよね。めちゃくちゃかっこよくて、はい、そうなんですよ、ね、タン丈が生きる着方ができますよね、これって。はい、かっこいい、うん、めちゃくちゃサイズ感もいいし、で、先にお伝えしておくと、バースデーが入荷しているこちらのアイテムは38っていう、女性で言うと、真ん中のサイズですね、真ん中のサイズで入荷しております、はい、本当はもともと40まであるのか、40までですね、36、38、40まで、うん、そうですね、うん、で今回まあどちらでも着ていただけるように真ん中のサイズの38にしております。これどちらも38ですね、38ですね、うん、はい、そして金額が12万1000、うん、はい、この金額になってますね。安い、めちゃくちゃ安いじゃないですか。めちゃくちゃ安い、クオリティで、この辺加工が入って刺繍もがっつりあって、この値段と、まあ、結構悪くないですよこれ。これでしかもあれもね、デザインもまあ結構割とオーセンティックの方のデザインですね、ですねですね、かっこいいですよね。このフェード感もそうだし、うんうん、このパターンもかっこいいし、バックスタイルやっぱ何よりかっこいいなと思いますけどね。これはね、はい、うん、
いいですよね。だからそれこそタッコはあれですね、ファーストシーズンでも確か、あ、ファーストシーズンはトラでしたね。あ、そうですね、トラでした。 で次にタカが来てというところなんですけども、ここの、ね、文字は、定期的に変わっております。今回は、ね、東京ですね。東京でございますと。でもですね、あのちょっと字列的にはあのちょっとジャパンっぽく見えるような、あ、ね、あの書き方になってるっていうところ、ちょっと遊び心がすごく盛り込まれてる要素の一つだと思いますね、これ。なるほど。カラーはこれがブラックとネイビー、こっちはパープルなんです。パープルなんだ。はい、リブの色、はい、リブの色を見ていただければ分かるんですけど、意外とこっちのパープルに関してはリブはパープルなんですけど、ちょっとこうナスコンっぽい感じですよね、うん、あのフェードしたようなデザインになって、うん、なんかいい感じ、まあ、ネイビーのフェードっぽく見えますよね。袖先もはい、こちら黒とパープルになってますですね、はい、そして今回のそのスーベニアジャケット、まあ、いわゆるそのタンタケってあの冒頭で ご説明したんですけど、実はあのちょっとこれひっくり返してみると、あのこういうちょっとこうタックインしたような感じになってるんですよね。巻き込んでるんですね。巻き込んでるようなデザインになってます。内側にね、はい、そうです、はい、内側に入って、はいはいはい、でタックもうパンツの中にこうちょっとインしたような感じのあえてパターンメイキングになってると、それでタンタケを表現しているっていうところですね。まあ面白いですよね、はい、まあ三原さんが考えるユニークなあの、はい、シルエットバランスでございます。なんかただの丈が短いわけではないというところですね、はい、そうだからいわゆるそのタックインしなくてもこのねちょっとこうあえてもう入れたようなちょっとこうボリューム感っていうところにもね、うん、スタイリングの時に注目してもらえればなというところですね、うん、はい、いいですね、うん、もうだいぶもうスタイリング気になってきますよね、ここまで来ると。いやこれかなり気になるね。そうですね、あその前にジップとかもそうなんですよね、ボルデスの。あ、そうですよね、はい、こうジップがついて、はい、で裏地はこちらキルトになってるんですね。キルトになってますと。でもちろんあの裏地はレイヨンを使っております、うんうん、でこれ内ポケットがついてるのが気が利いてますよね。いや、かなり利いてる、うんうんうん、いいですよね。なんで、まあ、意外と、まあ、秋口のアウター的な感覚で、うん、しっかりと楽しめるような作りになってますね、うん、はい、これは非常に気になるんじゃないですか。まあ、今シーズンの、ね、メインアウターとして、ね、皆さんにも、ね、ご提案できればなと思っているところなので、うん、これは、ね、はい、男女ともにおすすめなアイテムですね。間違いですね、結構こう、うん、オーセンティックな黒なのか、それともね、ちょっとファッショナブルなパープルなのかっていうところも、うん、色迷うと思うよ。いや、かっこいいですよ、どっちでもいいもんね。まあ、確かに、確かに、本当合わせやすい2つなんで、かっこいいです、めちゃくちゃ。どっちでもいいよ、うん、そう、じゃあ、どっち切る、どっち切る。じゃあ、それはもうちょっと、見てんの、お楽しみで。いや、行きましょう。はい、じゃあ、そうしましょう。じゃちょっとスタイリングの方に、はい、はい、行ってみまいりたいと思います。どうぞ。はい、早速、着用してみました。いいね。でまずはね、今着用しておりますのがこちらがパープルですね。パープルの方を結構こうアメリカンオーセンティックスタイルで合わせております。フェティッシュやね。でしょ、フィジカルでしょ。次何でしたっけ。プリミティブ。プリミティ ブハリソンメモラや。どう、ハリソンメモラです。あのまだ見てないんでちょっと多分次の動画グエバレーダーを見てると思います。確かに。ちょっとこれ貼っときましょうか、皆さんあのぜひネットフリックス。はい、地面下話題らしいですね今。はい、めちゃくちゃ面白いんで見てみてください。もう話がそれてますから、はい、そんな紹介しなくていいんですよ。はい、あので僕が着てるのがもちろん38を着用しております。で今回ね、あの僕がこういうデニムとかとの、まあ、いわゆるアメリカンなスタイルでしてるんですけども、リュウセさんはねまた別のスタイルしてますので、まずはちょっとこういう着方もできますよと、メゾン三原康弘がご提案する着方とは若干違うんですけども、こういうところにも合いますというところですね。いいじゃん、いいですよね。ちょっとバックスタイル見せてもらっていいですか。あ、そうですよね。感じおー、いいね、かっこいいですよね。あ、でもなんか遠目から見たらそのやっぱこれね黒に見えるね。そうですね、まあまあまあほぼ、まあ、光の塩梅とかもでしょうけど、まあ、黒っぽいですよね。あれですよね、いわゆるこれもまあサンフェードデザインにはなってるんですよね。そうですね、まあ、サンフェード、あの日焼けの退色したところを表現しております。これもだから上のここの部分っていうのが割とちょっと濃いめで、下が濃いっていう、ね、そうそんな感じのデザインになっております。なっております。いや、いいですね、うん、めちゃくちゃ着やすいし、竹感、これがね生きてくる竹がですね、うん、なので、まあ、皆さんぜひね、まあ、インするスタイルもいいですし、まあ、アウトしていきたいとかしてもいいですよと。でパンツはねもう、まあ、ある程度こういうストレートのシルエットからワイドまで幅広く合います。ぜひね、あの三原のスタイルで合わせてもいいんですけども、普段はもちろんデニムだったりとかシンプルなスタイルの上に一撃決めちゃう、そんなイメージでぜひ使っていただくのはどうでしょうかという、あのハリソン・ウェムラのご提案でございます。なるほど、はい、で
こちら、はい、オンラインストアも貼っときましょうか。はい、はい、貼っときましょう。概要欄の方にありますオンラインストアからご購入できますので、ぜひね、パープルがいいのかブラックがいいのかご選んで、ぜひご購入してみてください、はい、というところでございました。じゃあね、ちょっとそのままもうこのカメラをちょっと渡して、はい、チェンジしましょうか。チェンジしましょうか。はい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 、僕も着ております。ブラックのスタイルですね、これは。はい、かっこいい。あ、パンツはこれ三原っすね。そうです、今ポップアップ期間中なんで目と三原やすいけど、うちがちょっとオーダーしてなかったアイテムなんですけど、かなりかっこいいサテン地のカーゴパンツが入荷してます。いいですね。だからあの上下サテンみたいなところですよね、はい、そうです。しかもあのびっくりすることなかれ、これ上下ともレディースなんですよね。あらま、はい、そうです、レディースなんですけど、むちゃくちゃでかいです。メンズ全然着れちゃいます。確かになんか、はい、レディースに見えないですよね。そうなんですよ、これ確かね、7万ないぐらいのねアイテムなんで、もし気になる方はね、そのお問い合わせフォームからお問い合わせしてみてください。オンラインストア載ってないんでこいつはですね。確か68,200円とかだったと思うんですね。うん、ほんとそのぐらいだったと思います。いや、いいですよね。いや、三原といったらこういうちょっとボリュームのあるスニーカーにちょっとダボっとしたねカーゴパンツ合わせて、短丈にちょっとビッグな T シャツ、これ中ネームの T シャツなんですけど、別注 T ですね、うちが作った。あとちょっと、はい、1枚ぐらいだったかな、うん、そうですね、はい。で、ブラックのスカジャンですね、うん、この感じです。あの前身頃と後ろ身頃でちょっとね長さが違うんですよ、見てもらったら分かると思います。確かに三原の洋服って後ろ下がり のパターンが多いですもんね。そうですね、結構前はこうね、うんうん、もうタックインしたようなぐっと巻き込んだようなデザインになってるんで、うん、割とね短丈をしっかり楽しんでもらえると思いきや、うん、後ろは割とね丈感はそこそこあるんですね。まあ確かにマスベニアジャケットの丈感ぐらいかなというところですよね、うん、だってこの丈感でしたら刺繍がね割れちゃうからね、はい、ちゃんと刺繍を全部、はい、ちゃんとしっかり施してるようなねアイテムになっておりますね。過去には割れてるやつもありましたね。ありましたね。それをアップデートさせたみたいな感じですね。ですよね、割れずに作ってると、はい、確かに、はい、あと巻き込んでるんですけど全然ポケットも使えますんで、ちゃんと、うんうん、はい、ポケット使えて、リブは割と甘めですね。そうですね、はい、結構落ちるような感じですよね、ストーンと。そうです、はい。で、黒もね、あの上の方はちょっと退色して、下はしっかり黒が残ってるような感じになってます、うん、はい。やっぱりいいですね。まあこれちょっと僕上下で、まあイメージ的にはちょっと三原スタイルというね、うんうんうん、感じでちょっとやらせてもらってるんですけど、ちょっとね僕とあのハリソン梅村で、あのもうワンスタイルちょっとね、うん、やっていきたいと思っております。はい、じゃあちょっとね今からまた別のスタイルで、あの今からの秋冬スカジャン楽しんでいただけるように、はい、もうワンスタイルちょっと僕とハリソン梅村やっていきたいと思います。はい、それでは2スタイル目ですね、うん、我々の2スタイル目、はい、いいですね、めちゃくちゃ。お互いちょっと、まあ、ブラックにしましたけども、まあ結構これで色の違いっていうのも分かるんじゃないですか。確かに、うん、パープルと、まあ、ブラックで、まあ結構ブラックスタイルでもコーン変わってきますよと。確かに、うん、なんか中にブラック入れるだけでパープルが結構より映えるというかね、そんな雰囲気めちゃくちゃいいですね、うん、結構ちゃんと刺してくれるですね、うん、色を。そう、はい、めちゃくちゃいい感じのスタイルじゃないですか。ピンクのに合わせたら結構映えるね。うんうんうん、うん、色がするし、でブラックはブラックで、はい、このまとまったブラック合わせはまとまってすごいいいけどね。いいですよね、うん、しかもなんかこうね、なんかちょっと僕モードっぽい感じで意識したんで、うんうんうん、こういうちょっとサテンのツヤ感といいね、モードが相まってかなりかっこいい感じになってるんで。ちなみに、はい、あれですか、流星はそれインナーなんですか。あ、これユハのあのモシャブルールのタートル。あ、大人気、はい、人気シリーズ。そしてパンツも、はい、パンツもこれユハにしてるんですけど、はい、デタッチャブルの、デタッチャブル、はい、膝開くやつ、開くやつじゃないですか、これ膝開きのやつの、膝パッカーンでしょ、これ膝パッカー の、ね、あのショーツハーフパンツになるやつですよね。そうですっていうやつ、同じやつだよね。あ、開けてもかっこいいですよね。開けとってもいいかも。確かに、開けてる方がなんか雰囲気なんかよりなんかちょっとモードっぽさとか、あ、そっちの方がいいかも、うん、あ、いいですよね、いい感じになりましたね。いい、そして、うん、そしてで、梅チームは、はい、こちらあのボス愛用のこちらご紹介していただきました。はい、レターズのフードですね、フーディー、こちら貼っときましょうか。はいはいはい、シャキンご覧ください。でパンツはですね、僕もあの普段から愛用しておりますレターズのこちら、ウルリネンのストライプのスラックスですね、うん、なんかもう履き込んでスラックス感だいぶちょっと少なくはなってきたんですけども、でこういうちょっと、まあ、ある程度綺麗め、うん、カジュアルぐらいの感じで合わせております。神谷のキャップを、はい、かぶってますね。かぶってますね。こちら神谷のキャップでございます。ヴィンテージキャップ、これも大人気なんで、うん、ですね、はい。ぜひチェックしてください。ぜひぜひ、声合わせでしていただければと思います。なるほど。なんか、な、そう、電話が鳴ります。一回じゃあ声を聞きましょう。結構ね、
どっちのスカジャンのカラーもかっこいいわけですよ、はい、合わせ方によってはかなりモードっぽくもできるし、カジュアル路線で行こうと思ったらかなりカジュアルにもできるっていうね、結構なんかそのスカジャン自体はもともとデザインがねかなりやっぱ映えるアイテムがゆえになんか使い方ってかなり幅広いかなというところですね。あとあれじゃないですか、通常の場合そのヴィンテージのスーベニアとかに比べてやっぱ身幅とか肩幅結構余裕あるじゃないですか。確かにそうだね、スタイリングの時まあしやすいですよね。確かに、うん、めちゃくちゃしやすいかもしれないです。ちゃんとこうアウターとして着れちゃうです、ね、まあ、ここもかなりポイントの一つだと思うんですよね。確かにもうすでに暑いもんね。もうまあ、ちょっとわかります。結構暑いっすね。そうね、だってキルトが、はい、そう、7回タイトン。そうなんですよ。だからやっぱやや厚めですね。ちゃんともう冬アウターとしても。冬アウターになるですね。なんでまあ秋口からちょっとこう半袖の T シャツから始めていただいてっていうところじゃないですか。うん、はい、もうこういうフードだったりとか。込めば結構あのギリ冬ギリギリまで着れますからね。全然着れちゃいます。本当なんかこう長いこと楽しめるアイテムだと思いますね。うん。ぜひね、皆さん。こちらもう一回貼っておきましょうか。概要欄にありますこちらオンラインストアの方からぜひね、今回着用しているアイテムどれもほとんど購入可能ですので、ぜひよかったらご購入してみてください。はい、いやいいですね、店内も今モリモリですからね。モリモリですよ、本当にやばいです、なんでちょっと皆さんですね、 YouTube もしっかりですけど、ちょっとあの Instagram のリール等もですね、ぜひ毎週紹介しているのでぜひ見ていただければなと思います。はい、最後までご視聴いただきました皆さん誠にありがとうございました。またですね、ぜひ店頭にも遊びに来ていただいて、来れない方はこうやって YouTube 等でもオンライン等でもご購入ぜひよろしくお願いします。お願いします。また次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。